今後20年以内の発生確率が 60% 以上とされる南海トラフ地震などの大規模災害に備えます。解体中の古い警察署の庁舎を使っての救助訓練が坂出市で行われました。訓練は解体が進められている坂出警察署の旧庁舎で行われました。大規模な地震でビルが倒壊し、男性一人が中に取り残されたという想定です。香川県警の広域緊急援助隊がファイバースコープで救助者の状況を確認。電気カッターやハンマーを使ってコンクリートの壁に人一人が通れる穴を開けて救助しました。救助者をいかに素早くかつ安全に丁寧さと素早さをちょっと兼ね備えたことをしなければいけません。お一人の方の命をできるだけこう、救助したいというふうに考えておる次第でございます。庁舎建て替えがあったからこそ実現した救助訓練です。香川県警では機会があれば今後もこうした訓練を行い、万が一の災害に備えたいとしています。